こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、タイトルにある通りでございますけども、結論から言わさせてください。いつも僕の動画を見て応援してくださっている皆様、支援してください。最近の僕の動画を見てくださっている方はね、僕がこれから何をね、話すのか、何をしようと思っているのか、お気づきの方もいらっしゃると思いますけども、そうなんです、クラウドファンディングを立ち上げました。はい、クラウドファンディングっていうのは、知らない方に説明させていただきますと、クラウドファンディング上でね、そこ、そういうサイトがあるんですけども、そこで、支援を募って、皆さんから、いただいた、支援で、僕がやりたいことを、僕がね、まあ、これから計画していることへの、資金にするということでね、その資金調達のための、まあ、そういった、サイトがあるんですけども、今回ですね、そういったクラウドファンディングを、立ち上げさせていただきました。まあ、なんでね、クラウドファンディングをやろうかなって、言ったところなんですけども、まずね、僕がこれから6月に、アザンティック埼玉05店というね、爬虫類ショップを、開くんですけども、そこでの、必要な資金だったり、あとはですね、アザンティック、まあ、僕のところはね、お店は埼玉に、作るんですけども、今作ってるんですけども、本店がですね、静岡の方になりまして、アザンティックの本店がね、静岡で、爬虫類ショップ&バーということでね、今年の、年末ですね、年末オープン予定ということで、僕のね、爬虫類ショップ、05店と、並行して今ね、準備をしているところなんですけども、そこでの、やっぱりね、支援資金が、必要だと、もっともっと必要だということで、皆様のお力を借りたいなと思いました。まあ、本当にね、アザンティック、僕が今回ね、開く05店に関しても、大輔さんというね、まあ、静岡の方なんですけども、静岡の方とこう出会って、僕がね、天空ランドを、目標は、今の目標は3年後遅くても5年後っていう目標でね、天空ランドっていうオオトカゲがたくさんいるね、施設を作りたいっていう、まあ、僕は夢あったんですけども、その夢を実現させるために、まあ、大輔さんっていう方と出会って、まあ、大輔さんがね、今回まあショップをやってみないかっていうことだったり、あとは、静岡本店の方でも、いろいろなね、静岡本店で、爬虫類ショップ&バーをこうやるんですけども、そこでもやっぱり、いろんな経営だったり、っていうところも一緒に学びながら、天空ランド実現に向けてね、頑張ろうと思ってます。そしてですね、アザンティックなんですけども、爬虫類ショップ&バー、そして僕の開く05店とは別にですね、もっともっと、爬虫類市場を、ニッチなね、こういう爬虫類市場っていうのをこう広げたい、もっともっと広げていきたいということで、新しくですね、アプリの開発だったり、イベントの開催だったりっていうところで、もっともっと、いろんなね、こう活動をしていきたいなと思っております。ということでね、大きく分けて2つ、なんですけども、僕の、ショップをオープンさせるため、そして、静岡本店の方をですね、開くために、今回クラウドファンディングをさせていただきます。そしてですね、ご支援いただいたお金に関してなんですけども、このね、動画の概要欄にクラウドファンディングのこうページ貼らせていただいて、そこから、リターン等も見ていただけるんですけども、リターン内容にはですね、さまざまなグッズ、新しく、作るグッズだったりっていうのもありまして、やっぱりアザンティックを通して人とのつながりをね、もっともっと増やしていきたいなというところから、そういったグッズを通しての、リターンだったりっていうのもね、たくさん用意してありますので、皆様がね、楽しんで、支援できるような形にね、頑張って作ってみましたので、ぜひ見てみてください。グッズの他にもですね、新しく天くんが、まあ、参加するイベントだったり、今回ね、僕が6月にオープンするお店のグランドオープン記念パーティーみたいな、まあ、それに関してはね、コロナ禍でもありますので、ちょっとその情報も見てのものになるんですけども、そういった、皆さんが楽しめる、機会っていうのをね、こう作りたいなと思ってますので、ぜひね、そういった、楽しいイベントも用意してありますので確認してみてください。その他にもですね、支援していただいた、方のね、お名前を、全員ね、ホームページに、これからまたね、発表させていただくんですけども、アザンティックのホームページに、
記載させていただいたり、先日ね紹介させていただきました、ロゴデザインをしてくださっている琴音さんのね、各、デザインでの、新しいグッズだったりっていうのもねあったりします。まあね、ご支援が難しいよっていう方でもね、クラウドファンディングの、ページの方を見ていただくと、僕が今後、どんな感じでね、活動していきたいのかだったり、今後のねアザンティックの展開、とかもですね、載せてありますので、ぜひちょっとね ページの方もねすごく頑張って作っていただいたので、皆さんにねぜひ見ていただきたいなと思います。ということでね、クラウドファンディングを、立ち上げましたということでご説明させていただきました。 URL はね概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ皆さん見てみてください。そしてご支援よろしくお願いします。今後も、皆様に楽しんでいただけるように、僕ね、YouTube を通してやったりお店を通してやったり、たくさん頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今後ともですね、僕含めアザンティックメンバーともども皆様よろしくお願いします。お願いします。